くるちゃん、今日はですね、昨日に続いて、またおすすめの書籍シリーズということで紹介をしていきたいというふうに思います。ですね、僕の方のツイッターに DM で、おすすめの書籍っていうものをぜひご紹介いただけると嬉しいですっていう、ありがたいコメントをいただきましたので、それに沿ってですね、全4回シリーズということで、今日は紹介していこうというふうに思います。それの今日は第2弾となります。で、今日は何かというとですね、一冊の書籍ではなくてシリーズものになります。で、そのシリーズも僕全部持ってるわけではなくて、自分の興味ある分野において、購入をしているものになりますから、そのシリーズものの名前で検索していただいたら、一個一個ですね出てくると思いますから、皆さんが興味あるものを一冊一冊買っていただけたらと思います。で、今日に関してで言ったら、僕これから5冊の本をバッと見せるんですけど、それに関しての、リンクっていうのは、貼れるようだったら貼っとこうかなというふうに思います。まずちょっと用意してないので貼れるかわからないんですけど、Amazon の方のリンク貼っときますので、興味ある方はですね、ぜひそちらを見に行っていただけたらなというふうに思います。で、シリーズの名前何かというと、ここですね、ハーバードビジネスレビューという、もともとはこれ本、この一冊一冊の単行本ではなくて、雑誌になってるんですよね。で、その雑誌の各、分野、例えばこれだと戦略の教科書とかですね、マーケティング、チームワーク、意思決定、コミュニケーション、マーケティングっていう、この5つの中の、雑誌で、例えば2010年に刊行されたものとか2003年に刊行されたものの中の戦略にまつわるもの10選っていう論文を集めたもので、チームワークにまつわる論文を10選集めたもの、意思決定、コミュニケーション、マーケティングというようなですね、各分野のハーバードビジネスレビューという雑誌の中から、よりすぐりの10個の論文をまとめた本っていうのがこちらのシリーズになります。だから戦略について勉強したいなっていう方に関してだったら、これを持ってきて、すごくこう、戦略の本なんかで一番ではないかもしれないんですけど、有名どころで言ったら、例えば5つの競争要因ですね、5フォース分析とか、そういうものがあったりとか、あとはブルーオーシャン戦略とかっていうのが、こちらで勉強することができると。で、当然、リスグリのものなので、ものすごくその論文としての信憑性も高いですし、基礎的な話から入っていくので、この10個の中から、例えば戦略について勉強がしたいなっていう方は、この10個の中から、一つ一つ読んでいって、中でも例えばじゃあブルーオーシャンにすごく興味が持ったとかですね、5フォースにすごい興味があったってなったら、そこから個別の勉強に移っていきやすい、そんな話になっていくんですよね。で、マーケティングとかだったら、セグメンテーションとか、マーケティングってそもそも考え方ってどうなのっていうものがあったりとか、中でも有名なのがクレイト・クリステンセンさんっていう、人でですね、名前なんだったっけな、ジョブ理論っていうですね、破壊的イノベーションとかですね、ジョブ理論っていう本を書かれた方なんですけど、そういうのに、じゃあ個別に入っていこうとか、そんなきっかけを作りやすいものです。で、知識としての概要っていうのも非常に身につけやすいし、10個、論文が一つ一つその章がつながっているわけではなくて、一つ一つの論文で切れていって計10個あるので、興味のないものっていうのも読み飛ばしてしまってもいいわけなんですよ。別に例えばコミュニケーションの中で、スピーチの秘訣、いや別に自分喋る機会なくて、どっちかというと聞く方がメインだから、聞くものに関する、この中だったら何でしょうね、共演の演出法、共鳴の演出法がいいなとかって、その中から一つだけ選んで読んでみるとかって、こういうことも可能だったりするんですよね。どうしても章がつながってる本って1章読んで2章飛ばして3章4章って、2章が抜けてたら3章4章が理解できないとかってケースがどうしても出てくるじゃないですか。でもこれってそういう心配がないんですよね。なので非常に読みやすいと、自分の興味あるところだけ読んで知識習得して、でそれをさらに深掘りしたいなと思ったら個別の本にまた入っていく、そんなことが可能なシリーズになります。ということで、ハーバードビジネスレビューというタイトルで調べていただいたら、雑誌自体も出てきますし、それからこういった各分野のシリーズものの本っていう単行本っていうのも出てくるので、ぜひ興味のあるものから一冊一冊購入いただけたらなというふうには思います。はい、ということで、この5つに関しては、紹介できるようであればリンクを載せておきますので、ぜひそちらご覧いただけたらというふうに思います。ということで、本日のおすすめの書籍はハーバードビジネスレビューのシリーズ、ハーバードビジネスレビューの、シリーズの紹介をさせていただきました。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。